新バイエルンエピックガチャから登場したブースターウリヘーネス名手でいきたいと思います。プレイスタイルが2列目からの飛び出しなので、これ生かすなら OMF なんだけど、個人的にはウイングの起用をおすすめしたいですね。身体能力系スピードからスタミナまで見てほしいんだけど、こんな選手がね、かつていたかっていうね。全国体力測定1位でしょ、これ。この数値はね、レオンでもなかなか難しいですね。そしてここにドリブル精度もあるというね。タイプ的には、ムパッペのショータイムのより体強くした感じみたいな。足裏デフォルト持ちで、シュート系ライジングミドルワンシュー。しかもスルーパスもね、元から持ってるの強い。ピンクロチェイシング闘争心、真ん中で起用しても強いし、サイドで起用しても強いスキル。右ウィングの右利きで使う場合ね、絶対アウトスピン必要になってくるんで、シュートを打つときにね、あるないでもう得点力がだいぶ変わるから、まあ、自分でねゴールを決めるっていう役割を持たせるならアウトスピン絶対つけたいですし、あとはダブルタッチ、ワンタッチパス、コントロールカーブもねあれば嬉しい。でインターセプト、スーパーサブとかね、ここあたりかな。右利きの右ウィングのね脅威を発揮します。スピフィジーやばいですからね。スピフィジー、スピシュンフィジーボディコン、ドリブル性能も高いし、マッチアップはマルディーニだね。右ウィング、右縦ゴリゴリ系ですね。さあここよ、ここでマルディーニが来たけど、さあいや、ちょっと、うえうえ、よいしょ、ゴリ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 すごい。さあよいしょ、でパス、ネボー、もう一個ゴリゴリ、合計 PK！ もうゴリゴリ行きつつさ、その中に繊細さもあるというね。右サイドからさ、ひたすらに仕掛ける形がウリヘーネスの進化。OK、ここで受けて、うおやば、今のやばくねえか。胸トラップ、胸トラップイリュージョンボールみたいな。さあ、いい。で、ここで、いい抜け出し、1対1。そう、一瞬でもずらしたらやっぱこのウリヘーネスの餌食になるわけですよ。ずらす、でフィジカルとドリブル、ボディコン生かしてゴリッと入ってサイドから展開していけば強いっていうわけだね。デヨングの出だし早い、スライド、股抜き、高速股抜きかない？なんかさ、ほんと不思議な感じよね、ドリブルの間合いも。ドリ間合いとかえぐいもん。さあ、キミヒ。フェンス当てて。強い！切り返しのうまさとね、速さ、テクニック。ボディコンとフィジコン両方持ってて、かつこのスピード瞬発スピード感はね、とんでもないってことだね。試合目からですね、活躍も活躍、ヘーネスにね無限の可能性を感じるね。ドリブル突破はもちろんだけど、アシスト性能も兼ね備えてるし、相手さんがこの守備的サイドバックで組んできてもいけちゃうからね、よりもグリグリね。いきましょう、きたー、よいしょ、でここで1対1よ。さあボディフェイント系からチョッピーチョッピーチョッピー、もうシンプルだね、この形が強い。右ウィングの右利きの強みだね。うっすごい抜き方、チョップタッチと縦突破のコラボレーション、チョップの破壊力すげえ。そして頭、ダブルタッチがいらない男、
よいしょー、あー浮いちゃった。さあありがとう一対一。オッケー、よいしょ、緩急コスタクルッターも強いね。でもさすが、さあ、うわ何それ、いやなんか独特なシュート。さあこれ狙っていきたい、イエス、いやーさすがでアウトスピン。守備性能も結構あるのが強いんだよね。まあこういうかっさらいのとことかもね非常にやりやすいし、あとやっぱこういう場面でアウトスピンがあるとねめちゃくちゃ決めれるんで、ないとねちょっと今の決まってたかどうか微妙なところなんだよね。高校の頃さ全力体力テストでさシャトルランが異常にきつかった記憶あるな。シャトルランってマジできついよね。いてーめっちゃ来る、もう全国体力テスト1位止めるぞっていうね。さあいいとこにいるんじゃないこれ、ワンチャンいけるでしょう。反転からのアウトスピン、すげえ決定力もあるのが強いですね。あとは身体能力だけじゃなくてドリブル能力も高いから、ボールキープとかね細かさもなかなかにいけちゃうという。ウリヘレス、ウリヘレス、ウリヘレス、頼りないウリヘレス、さあよるるるるる、よいしょー、マイライボーライボー、くぅいでコスタグルダのタックルがむっちゃ飛んでった、場外まで飛ばされました。今マリオストライカーだったら電撃食らってるところだったぜ。まずい、いやはー、ピーター・シュマイゴー、俺たちのピーター・シュマイゴーとウリヘーレス・ハット、大大大大大活躍。爆速神速はもちろんなんだけど守備もできちゃうからね、そこも強いですよね。前線からかけつつチーシング闘争心でゴリゴリに守備できちゃう、見せてくれ。さらにおーリュカね、これ習慣の守備的サイドバックリュカね、疑似通常リュカですね、素晴らしい性能ですよね。いける、うおあれですね、ここのインパクトで完全に狙うと見せかけてるね、もう一個縦、これ結構かかるからね。ここで裏街道のようにちょっとライカルト来たけど、ここに一回当てて、お相手に当てて跳ね返ってきたボールをパス後でいいんじゃない、そういうこと。レオン決めろ、だーいや、ある。うわー、いくい、サッカー漫画かな、サッカー漫画の世界の突破ですよ、今の。あの感じね。ブルーロックでいったらちぎりみたいなね。うわーい。イエス、イエス、イエス、よいしょー、ネイマール、おしゃれー、バンジョー、カナリズボー、ヘーネスがね、もう、最後の最後まで粘った、諦めなかった、たまものだぜ、4、5、6枚抜きぐらいいってた、とんでもねえ、ウリヘーネスの6人抜き、しかも、最後の3枚抜いたのは一瞬のチョップ。ここで全てを蹴散らして、なんだこの光景は、見たことないようなね、あんな光景見たことないよディフェンダー全員をね腕で跳ねのけてる。まさかのね6枚抜きは予想してなかったね、強いけどそこまでいっちゃうみたいなね、衝撃のウリヘーネスドリブル。メニゲンも強いけどウィーヘインスもだいぶバケモンですから、
ぜひともね、皆さんに体感してほしい、このヤバさを。OK! はい。さあ、で、ピンポイント持ってんのよ。今のはえぐるよりも中でフリー上げた方が確率高かったからね。その前の2枚抜きカットインだね、あそこが効きましたね。イエス。いや勝てるよ。ここでさ、ディフェンス能力も高いのよ。うわーおー、いいシュート。マジか。今のシーンドリブルしてたけどさ、あそこの間いけちゃうというか、外からさグッと中に入れる、うぐいね。使い込めば使い込むほどね楽しくなってくる男、それがウリヘーネス。使い込みまくったけど、やっぱこの選手えげちねえっすね、えげちねえっすね。当てる、パス後でいい、そう剥がした。で、あえてここでやめる。で、このタイミングの盾、あそこのカットイン盾みたいな感じですね。あれが強いね。まあ、角度的にはカットインなんだけど、持ち方的には若干盾混じるみたいな感じで。エーネスがね、ロベガロを突破したキックフィントやね、あれ。さあ、で、ゼロ角度、すごい、バッチョー、チェフのど真ん中いったか。エーネス、また、これがさ、めっちゃ強い。うわー、まだか。さあ、裏で、ウリヘーネス使いすぎて、ね、ドリブルしまくったから、大丈夫、マジか。神の子すぎない、そのフリーキックは。これはヘーネス VS 神の子か。よし、パッチョパッパッチョパッチョからグン、グン、グン、グン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 、パッチョ、ナイス。めっちゃいいとこいたわ。まずはヘイネスの動きとね、あの前に入る感じ、あそこでシュートまで持っていけて、まあ、自分で決めれればベストでしたけど、全然 OK。 ヘイネス1対1 OK、 インアウトから、うわー、ビエラ OK。 さあ、あえて縦から、これ、あ、いやー惜しい。ヘーネス楽しい。まあ2点目すごかったね。はい、ということで今回はブースターぶっ壊れ突破力を待つウリヘーネスメイン仕様でした。フィジカルもあるっていうね、破壊力にドリブルのタッチの細かさ、そしてアウトスピンつけたらね、よりも破壊力増すのでね、最後の得点決める力まであるので、ぜひ皆さんヘネス獲得して使ってみてください。